今日は納豆京都、まあ、京都京都ですよねこれ京都の京都に来たんです、ミモリーズ、ね、ミモリーズ出張ライブ、ねえ日曜日何やってんだったよ連休中に、ちなみにここはね沼津市の中の京都です。そうですね、なんかあの聞いた話だったら小倉さんのなんか実家の近くだとか、ね、まあまあそうですね、昔のね、うん、今あれなんですけど、これから歌う方がなんかこの山眺めてたって噂聞くんですよ。ああそうですね、らしいですよね。そうみたいです、主人公のね方がね、なんか眺めてたらしいですよこれ。育ったらしいですね、ちなみにこれ五重塔ってあれですか、中に入ってる方は、ね、あのなんか亡霊さんですか、戦時中の方なのかな、慰霊碑みたいな、なってますね、はい、そんな戦時中とは全く関係ない、あの三森とかね、またわけわかんないことやりますが、はい、もう当然ここの山を眺めたいという人がいたらもうあの方しかいないでしょ。そうです、ね、あのお魚臭い、ということで沼津ガニュードブルース、はい、行ってみたいと思います。行きます。河口近くで狸山を見上げて育った親父はここで漁師、おふくろは網を編んでいた。ガニュードの町で生きている今日も午前4時鮮魚トラックが走り始めた。この海で獲れた魚を都会へと運ぶ毎日。ガニュードの街で俺は生きている小倉さん。花嫁がトタン屋根のうちに嫁いだ。生まれた子供のために死ぬほど働き続けた。ガニュードの街で生きている我が子が大人になって都会へと働きに出た。やがて父の志を継いでこの地に戻ってきた。ガニュードの街で俺は生きている小倉さん。
One more time。ありがとうございました。ありがとうございました。あの時カルキ山を眺めていた少年はもう今いずこに、ねえ、なんかバスの運転手になったっていう、ね、あ、そうなんですか。我流道循環バス会社分かっちゃうじゃないの。あそこ狭いんですよ、我流道循環で行くとね。いや、私その会社と何ら関係ございませんから何ら関係ございません。あくまで知り合いの人から聞いたというだけでねえ、なんかあの最近渡辺さんもそうですけど、はい、伊豆半島出張シリーズ多いんですよ。ああ、はいはい、だからこの小倉さんと次はどこに行こうかってことで ね、 ね、自然ですか。ああ、行きましょう。ほら、渡辺さんはウクレレじゃないですか。あ、だから海が好きなんですよ。あ、そういうことで、ね、ほら、南伊豆に行ったりで、さっきほらあの小倉さん言ったじゃないですか、あの自然事をワードにつけると、そうそうそう、あのズボーンってこうなんか検索が伸びる。検索はね、結構ね違いますね。じゃあもう片っ端から自然に、そうそう、自然事の頭にあの外国人が見てわけわかんない日本人だっても、なんかとりあえず見てくれると、とりあえず見てくれるんじゃないかと、じゃあね、今度次回はね、次回出張ライブはどこになるでしょうか。そうですね、またねゲリラ的にやりますのでよろしくお願いします。そういうことで世界の皆様さようなら。ありがとうございます。